日々の鍛錬の成果を今こそ見せる時ぞ。おい、こんなところに稚児がおるぞ。あの大勢の野党を正面から攻めるはあまりに無謀。返されてはどうか。なんと無謀な。どうしたんだ？何があった？野党が来た！我が手柄のほどおらんがあれ。まだ逃げるとはな。状況が良いのか、よほどのバカか。助けてくれ！すまん、この程度か。我が手柄のほどご覧あれ。鎌田殿の申されていた者のところへ早く向かわねば。五条大橋に海藻が出たぞ。怪しい奴は皆叩き。
しのあれは鬼か化け物じゃ。逆らうな。牛若はどこだ。我らに逆らうか。わかりました。
助かった。援軍が来たぞ。同じ援軍、共に戦おうぞ。了解です。任せませんの混乱は明らかに畳みかけ援軍はまだ多い
我らの武勇、兄上に見せてやろうぞ。我にかなう者はおらぬのか。攻め時ぞ、敵は戦が見えておらぬわ。さすがは義経様、見事なお手際。失礼と深追いは禁物です。元軍、もうここまで来たのか。我にかなう者はおらぬのか。敵軍は壊滅したようだな。皆の者、本陣に戻るぞ。先陣一番子は我なり。これより先は我を打ち倒してから進め。源の頼政、貴様らに世を任せては。頼政殿へのご恩返し、今こそ。お任せし、今こそ。頼みました。御縁に。皆の者、おやおや、足が振る。作戦の効果はなかった。悪いが手加減はできん。敵が逃げ出しておる。
城長持ちなどをたやすく倒せましょうぞ。我は笠原頼直、武人としてお相手願う。この門を正面から攻めるか。戦を知らぬ奴め、遠すぎ遠すぎ、少しお待ちください。よし、了解いたした。敵本体にこの作戦が知られてはなりませぬ。一兵たりとも本体に逃してはなりませぬぞ。こちらは私にお任せください。牛の準備はできております。敵は逃げ出しておるぞ。急いで支度せ。出陣、出陣だ。
雪森様。おお、なんと敵か。いたした。共に攻め入りましょう。
し。我に託されたこの弓台貴様を我が隊の荷へとしてくれる。死ねぬ。恩に報いねば。よし。撃て。矢が尽きるまで撃ち尽くすのだ。正面突破とは人間技で。よしよし、敵は混乱しておるぞ。たたみかけろ。バカな、お主には恐れというものが。取りました。誰かおらぬか、助けよ。敵は混乱しています。
攻めるならばいい。敵が逃げ出していきます。昼間だというのに日が陰ってきたよ。助かったようだ。
承知した。よし。者ども、早々に後白河法皇を探し出せ。正面から敵襲、これ以上入れさせてはならぬぞ。本殿に侵入されたぞ。法皇様を安全なところへお連れしろ。おうめ、この義仲に臆するか。逃すなよ。任せあれ。承知した。頼朝め、この義仲を倒そうとは許せはせぬ。者ども、容赦はいらぬ。頼朝の側首、切り落としてまいれ。この敵陣を突破いたせば我が軍の勝利。義仲殿、我らの命お使いください。
我は石田寺。持ち人王の領事を受け、京を解放した英傑木曽の義仲は宇治川の合戦で大敗。共に落ち延びようとする巴と別れ、近江淡路で義経範頼らに討たれた。享年31歳。乳母子の今井兼平とは最後の時までを共にしたと言われている。